はい、それではこの動画から実際にサベージランズプレイしていこうと思います。最初は一人でやろうと思うので、このプレイゲームで始まるのかな。お、クリエイトニューキャラクター、オッケー、キャラクターを作りましょう。まず名前を入れる。はいはいはい、じゃあこれはレイヤー9でいいかな。うん、クリエイトニューゲーム、このゲームの名前を入れてください。わ、日付と時間が、これいつ撮ってるか今みんなにバレてるこんな時間にゲームやってやがるぜって思われてしまうな。はい、ということで今午前ね3時23分なんですけども、じゃあこれでいいや。オッケー。お、もう早速ドラゴンが映ってるけど、これ見よがしに、ローディング中。あ、今こう何ですか、世界を作ってるところかな。あ、でも結構早いぞ。は？何？いきなり海岸に放り出されてる。あ、なんだろう、こう船がナンパしたのかな、漂流、漂着したみたいな。ちょっと若干カクついてる気もするんですけど、フロストウェーン、草か。うん、なんだそのすごいビタッて止まるパンチを繰り出してる。ああ、もうなんかすでにこの感じがいいですね。結構何なんだろう、何したらいいのかな。何の説明もなくこんな土地に放り出されてるけど、海の音とかがすごく聞こえる。あ、でもちょっとマウスの感度が高いかな最初。ちょっと調整します。はい、調整終わりました。ちょっとマウスがねスル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 動きすぎてたのでよっ、ダッシュダッシュ。これは何だろう、三人称視点とかはないのかな。お、クラフティング、なんかいろいろレシピがあるみたいですね。ベーシックバンデージ、ほうほうほう、布で何か作れるみたいです。作ってみよう。ダダンダダン、これ一体何を作ってるんだこれ何か物が増えてるようには見えないけど、お、この凍った草で何かできるぞ。うん、ダダン、何作ったんだろう。あ、ここに今出てんのか、なるほど。あ、血を止めたりできる。うんうんうん、で体力が10回復する、なるほど、ありがたい。っていうことはこれで、あ、ここに増えてってますね。この下のところを見てなかった、ずっとここだけ見てて何にも増えていかないと思ってたなるほどね、こうやってクラフティングしていくのか。じゃあレシピはある程度分かってんのか。あ、何がいるとか書いてありますね。ふんふんふん、じゃあこの辺のレシピはどうやって覚えていくのかちょっと分からないですけども、まあやりながら覚えていこう。あ、でもなんか斧持ってますね。これこうやって装備したらいいのかな。よし、こうか。オッケー、これまさに今から木を切ってほしいんだな。うわー、なんかすごいパワフルな切り方。これゲームによってほんといろいろ、すごい木切るのめっちゃ楽、全然苦じゃない。ゲームによってほんといろいろ木の切り方があるから面白いんですけどね。この辺も2発で丸太になってくれる。何この音楽なんでそんな派手な音楽を流すんだろう。ああいう大きい木もすぐ切れんのかな。あ、これはちょっとやっぱこの辺のこう材料集めが簡単な方がいいですよねおー、こう丸太が、あれ持ってなくなっちゃった。あ、これは1個ずつしか持てないのか。あ、大変だな。ウッドスティックが作れそう。お、作れた。お、棒になったぞ。あ、松明が作れる、これは。なるほど、材料が少ない方がちょっとしょぼい松明なんだな。あー、いろんなものが作れるようになってる。なんだこれ、どうやって覚えてるんだ。ん
何きっかけでこのレシピを覚えていってるのかよくわかんないな。材料集めたところか。うん、このウッドスティック作ってた方がいいのかもな。よし、なんとなく木の枝がこう増えてってますけど、ちょっと見えにくいですかね。この丸太から木の枝がね、できてます。うん、まあその辺はなんかわかるっちゃわかりますけど。お、切り株だ。あ、切り株もログになるぞ、丸太に。うん、なんかロープみたいなものもいるみたいなんですけどね。このクラフトの感じ見てると、これロープ、あと石とか。なるほど、石とかはどうやって手に入れるんだろう。落っこちてんのかな。石が全く見当たらないこの大地。うん、食料とかもどうやって集めていいのか全然わかんないな。結構この辺の手探り感、あ、石だ、違うか、手探り感は楽しいですけれども。でもこう海の方に行くと若干処理が重たくなるというか、カクカクになりますね。じゃあちょっと海の方には行かないでおこう。海のことは忘れよう。ちょっとさて、ちょっと山奥入ってみようかな。海岸沿いにいるから今、もうちょっと山の奥の方行けばなんかあるのかも。あ、そういえば左上のパラメータのこと全然見てなかったな。これ真ん中赤いやつは体力か。あ、なんかいる、すごいヨタヨタしてる骸骨が。え、もうこんないきなり戦闘始まるのか。スカイリム経験者なめんな。あ、タフい、全然死なない、骸骨なのに。ただのでも超弱い。あ、倒れた。おお、お、布とか持ってる。あと骸骨もあるぞ、人の骨、頭蓋骨で、何、骨の灰っていうか。骨を灰にしたもの。ふんふんふん、骨の粉かな、骨粉っていうか。うん、あ、体力66、お腹65、コールド 61%。 あ、なんだ、ダメージ結構食らってんだ。あ、動物もいる。うわ、ちょっと光線的、このあれ、なんか出血しちゃった。殴ったと思ったらダメージ食らってた。あー、やばい、なんか死にそう。スタマ、包帯使うから。よっ。うわ、すごいしつこい。倒すしかねえ。あ、倒した。おー、肉ゲット。あ、あと縄。こいつ縄持ってる。なんだと？あー、でもこれ、持てる量が少なすぎる。どうしたらいいんだ？生肉は食べていいのか？いや、やめといた方が良さそうだ。この辺、食べるか。よっ、パックパック。あ、すごい回復していく。いろんなものが。まあいいや、これ全部食べちゃうか。よっ。美味しかったです。よし、これで OK。あ、これは袋なわけね。なるほど、こういう大きい袋とか持つと、こうバッグの、なんていうか、空きが表示されるんだな。だから袋、いい袋を作った方がいいかも。これこう殴ってなんか皮とかになんないのかな。うん、なんないか。これ巻いてた方がいいかな。包帯巻くとちょっと体力が回復、しないな、なんでだ。あ、あそこになんか家がある。ほうほう、その前にあ、岩がないから作れないか。あ、岩がないと何もできなさそう。おお、鎧とかも作れますよ、これ。すごいな。結構、いろんなもんが作れる。うん。あ、なるほど。この、しょぼいバンデージは、止血するためだけにしか使えないんだ。あの、青い、またイノシシいる。やめてくれ。また
また出血しちゃった。イノシシじゃない、なんかオオカミっぽい。なんだこの生き物、わかんない。戦闘多めだなこのゲーム。ダメだ、すぐ出血しちゃう。回復しよう。あ、肉、肉だ。あとロープ、ロープは基本的にこう動物を倒して手に入れるのか。あとこれはなんだ、あーなるほど、皮ね。これ骨か。でも全然もう持てないんだよな。ちょっとこれあれがいらないか、この丸太がいらないかも。骨とかの方が大事そうな気がする。基本的に生肉は食べて大丈夫なのか。生肉は食べて大丈夫じゃなさそうなんだけど、説明が出ないな。お、火があれば多分焼けるんですね。なるほど、火を見つけなきゃ。この生肉がっしり持って、あ、ドラゴンだ。多分ドラゴンだよな、あの上の方にいるやつ。やばい、ムービーは嘘じゃなかった、ムービー詐欺かなと思って。あ、なんか食べられそうなものがある。いろいろあるな、この町は。何なんだろう。わあ、火がどうやって起こすのか。あ、ここに誰かが使った。お肉が、お肉っていうか鉄火場みたいなのがあるぞ。あれ、どうやって使うんだ。あ、 C、 これクックできないのかな。あ、ファイヤーピットじゃないとダメ。あ、この辺か、フォージって書いてあるから火事だな。なるほど、火事とかはここで行う、装備を作ったりするのはここで行うんだきっと。ふんふんふん、なるほど。なんか農村というか、こう廃村がありますね。ここを拠点にして生きていけばいいのかな。あ、家ゲット、作らずして作らずして家をゲットしましたけど、うん、こういうのとかも何なんだろう。藁が巻いて束ねてある。お、あ、なんか腐った肉というか生の肉が、旗が立ってる。これはドラゴンか。この果物は後で食べよう。ドアが、あ、開いた。うん、でもやっぱりあれですね、なんかシングルプレイだからってなんか人が、あ、石、石がこんなとこに。うん、木の実がある。あ、わかった、これはあれだ、普通に松明作ればいいんだ、これだな。いい松明作っとこうかな。じゃん、よ、これで、ん、これでこう、なんていうか、ん、なんか思ってたのと違うな。いや、ただの聖火ランナーみたいになってるけど、違うんだ、これをね、つけてほしいんだよね、なんか。あ、な、な、火は起こせたのに、ここに行こう。ダメか、ダメかな。よっ、なんか、もしかしてあれかな、知らない操作があるんだな。ちょっとキーコンフィグ見てみようかな。知らない操作は、特になさそう。ジャーナル、なるほど、旅のなんか日記を読めるのか。ああ、おお、なんかこうチェックリスト、サバイバルするためのチェックリストみたいなのがついてる。ふんふんふん、なるほど、これを読みながらやるんだったかな。おお、こうやって装備を見たりできるんですね。これ食べよっかな、パックパック。え、こんなん絶対食料すぎ、主義って。すぐ、尽きちゃうけどな。あー、なんか、リンゴを無駄に。あ、また、いる。どうやって戦ったらいいんだ?こう、基本的に、パンチでもいいのかな?ふん。ふん。あー、でも、やっぱ食らってるな。食らってるとき、こう、主人公あんまり声出さないから。あ、これまずい。負けそう。ダメだ、やっぱ斧とかないとダメなんだ。やっちゃった、そう、松明持ったまま。あ、でも足遅いから大したことないぞ。わ、すごい裸、今気づいた。
なんでこんな裸なのこの人。あれ落としちゃった。よしこれで。あ、死ぬ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 。素手で、うわちょっと思ったよりと、あー遠思ったより手が届いてるんだよな死んでしまった。ちょっともう一回やろっかな。もう一回だけ やるよ。もう一回だけやる。あ、最初この辺に石落ちてるな。あ、落ちてる落ちてる。この辺にフリントとかそういう系のものが。あ、もう何も持ってない。すっぱだかの人になっちゃった。最初何か持ってたのに。いろいろ丸太がある。この海岸沿いに歩いてると、あー石いっぱいあるじゃん。何を見てたんだ一体なるほど。これ死んじゃったら斧がなくて死んじゃったら斧がないから、これ狼に絡まれたらもう何もできずにさっきからずっと出血し続けてる。しかもさっきあった村がどこにあるか全然方向が分かんなくてひどい目に。あー死ぬこれ。痛い痛い痛い。なんか走ってるようで走らないんです。どう、あ、あれか、さっきの村は。でももう時がすでに遅いというか、もう出血大量多量で死んでしまう。わあ、さっき戦ったところだ。なるほど。あ、なんだ、あ、死体が残ってる。あ、斧あるぞ。あ、でもちょっともう遅い、遅すぎるオプション開いちゃった。あー、なるほどね。なんとなく分かってきましたけどね。はい、ここでまたリスポンスするとここに戻ってくるってことですね。じゃあとりあえずあれなんですよね、あの村に行かなきゃ話になんないな。だって斧がないんだもの斧がないんだから仕方ないじゃないっていう感じで、あの村にどうにかちゃんとしっかり行けるようにしなきゃダメですね。で、この辺をクリアしていくといい感じになるはずです。はい、2匹の鹿を倒してキャンプファイヤー作って、あとこれなんて書いてあるんだ。うーん、ちょっとこの単語わかんないですけど、何かを立てるっていう風に。で、この辺は何が書いてあるかって、あ、なるほど、レシピが載ってますね。ほうほうほう。あ、で、なんかステータスみたいなのも書いてある。強さみたいな、ダメージがこうとか、ダメージが12とか。あー、なるほどね。なるほど、これ結構クラフト面白そうだな。いろんな防具とか作ったりして、これ一人でやるよりみんなでやった方が楽しいかもなどっかに参加できそうだったらやりたいけどな。あ、でもキャンプファイヤーは結構簡単に作れそう。ストーンと木と、フリントがあれば大丈夫と。あ、家もしっかり作れそうですね。へえ、うわ、丸太500ってすごいな。あ、これのことか。あ、なんかシェルターね。なるほどなるほど。はい、ということで次回はその辺作ってみたいと思います。いや、今回結構大変だったな、このパンチ。ビュンビュン。はい、ということで今回サベージランズ第1回目はこの辺で終わっておこうかなと思います。はい、ということで見てくれてありがとうございます。ではまた。ブン、ブン、ブン。